たちとうとう高校生になりました。これから二人一緒に初めての学校に行きます。今何月だっけ？もう5月だね。入学式もう終わってそう。まあまあ僕にとっては4月も5月も一緒だからね。なるほど。それじゃあ学校に行きましょう。ゴー。新しい友達ができるかな。友達100人できるといいね。うん。おお、綺麗な学校だね。これからの学校生活が楽しみだよ。ようこそのブロクシアン高校へ。私の名前はカレンです。いや意地悪そうな顔してるな。学校生活が不安になってきた。それじゃあ行こう。初めての学校だし探索してみよう。ロッカーの中を探索できるんだね。いいものが入ってるといいね。うん、こっちのロッカーはどうかな。お、救急カバンゲット。すごい便利なアイテムだね。でもこんなのいるのかな。別に怪我するようなことなんて何もないけど。確かに。授業をスキップしますか。だって学校に来た意味が全くないよ。うん、授業は参加しないとね。もちろん。算数の授業だったらサボろう。もちろん。早速授業に出よう。席に座って授業に備えよう。自分の席に座ってと。みんな全然席についてないよ。もう授業始まっちゃうよ。あ、カレン先生が校長先生に呼ばれてる。しばらく自習だって。一番最初の授業が自習。よし、先生がどっか行ったぞ。なんか屋根裏部屋が空いてるよ。ほんとだ、なんだろう。戻ってくるの早すぎる。やばいやばい。戻ろう。バレたら怒られるよ。ふう。屋根裏部屋が空いてることを怒ってる。これは秘密にしとこう。僕たちじゃないけど秘密にしておこう。どっちだどっちだ。あ、バレちゃった。裏切りだ。あ、今度は昼食の時間だ。一瞬で授業が終わったね。ほぼ自習だったしね。食堂に行こう。うん。お、学校の中でサングラスしてる人がいる。夏には少し早いような。まあまあ、何食べよっか。僕もお腹ペコペコだよ。あ、閉まってる。ご飯食べれないの。どうやら給食のトラックが遅れてるらしい。ダメか。お昼ご飯食べれないのか。昼ご飯抜けて午後の授業きついな。朝ご飯も食べてないのに。それはしんどいね。やっと30分経ったよ。僕ほとんど寝てたよ。実は僕も。もうみんな授業聞いてない。初日から学級崩壊してる。窓の外に誰かいるよ。ん？なんかあの人様子おかしくない？気のせいじゃない。そんなとこいないでちゃんと見てよ。はあ、後ろ後ろ。え？あ、ゾンビが入ってきた。逃げろ逃げろ。屋根裏部屋に逃げるんだ。急いで急いで。なんとか逃げ切れた。でも先生死んじゃったのかな。急にゾンビが来たから逃げれなかったんだ。先生の分まで生き残ろう。危険な学校から脱出しよう。うん、通気口を通ってと。ん？何してんの？トランポリンかな？楽しそう。イエーイ、僕も遊ぼう。あ、あ、校長先生。校長は無事だったんだ。授業中なのに教室にいないことを怒ってる。ゾンビがいることを分かってないんだ。え、校長が教室に行くみたい。放っておいたらやばいよ。やばいよやばいよ。ついて行ってみよう。どうなっちゃうんだろう。大丈夫かな。あ、校長先生が。やっぱり襲われた。おお、倒した。ゾンビを殴り倒したよ。頼りになる。校長先生は一番偉いから一番強いんだ。野蛮すぎる学校だ。いやく。ちょっとヌーブくん、緊張感ないよ。一人だけ校長先生がいれば大丈夫だからね。でも校長も噛まれてるよ。もしかして校長先生も。やばそう。え、何？あ、ニュースだ。街中でゾンビのパンデミックになってるみたい。ゾンビがいるのは学校だけじゃなかったんだ。学校の中も外も危険だから武器を探しに行こう。まずは自分の身を守れるようになろう。どこだ？ここの小部屋かな。どんな武器があるのかな。武器が2種類あるね。バットよりも強そうなこっちにしよう。だいぶ時間が経ったね。すごい暗くなったよ。足音が聞こえる。誰か近づいてきてる。校長先生が来たのかな。校長先生はゾンビになってそうだけど。どうなんだろう。あ、やっぱりゾンビになってる。これはもう倒すしかないよ。殴れ殴れ。みんな元人間なのに普通に殴ってる。ゾンビになったら遠慮なく殴るよ。あっけなく倒した。
結構弱かったね。ゾンビがまだいる？あ、おまわりさんだ。警察が助けに来てくれたんだ。おまわりさん助けて。助けて。あれ、こっちの部屋に行くのか。ラジオが流れてるけど、どうやら軍隊が安全地帯を作ったらしいよ。ラジオで避難を呼びかけてるんだ。そうみたい。あ、ゾンビの大群だ。やばいよ。やばいやばい、どうすればいいの。早く逃げないと。おまわりさんについてこう。急いで急いで。2階にもゾンビがいるし。逃げろ逃げろ、早く早く。そこら中にゾンビがいる。ドアが閉まってるよ。誰が閉めたんだよ。しかもなかなか壊れないよ。あ、大量に来た。お、ドア壊れた。逃げろ逃げろ。いや、ゾンビの足速い。頑張って。あー、普通のゾンビ遅いんじゃないの。陸上部の人がゾンビになったのかも。よし、復活。屋上に出てのか。やっと学校から脱出できそうだね。うん、この地獄からおさらばだよ。うわ、屋上にもゾンビが来てる。大丈夫？ちゃんと倒したぜ。さすがだ。やあ、ヌブくん。すぐに復活するから先に進んでて。わかった、先で待ってるよ。っていうか、なんでこんなとこアスレチックになってるんだ。トウトウ、こっちか。あ、ゾンビの目に道間違えた。復活したらパトカーで脱出してる。僕もなんとか学校から逃げたね。うん。おまわりさんについてこう。ついてこう。ん？ゴミ置き場の中に何かいる。いや、誰？ホームレスが出てきた。どうやら物資を取ってきたら、このホームレスが避難場所に案内してくれるみたい。仕方ないから早速取りに行こう。そうだね。何があるんだろう。これが倉庫の中か。ゾンビじゃなくて傭兵じゃん。持ってる銃でゾンビを倒してほしいよ。本当だよ。本当にこの街はゾンビが大変なのか。警備に見つからないで上手に進んでるね。でしょ。僕のことは最強のスパイ、ロイド・フォージャーと呼んでよ。僕のことはアーニャと呼んでよ。アーニャ行くよ。父、頑張ろう。ご褒美はピーナッツだ。あれ、怪しい薬を運び出そうとしてる。何の薬なんだろう。もしかしてこの薬がゾンビの原因なんじゃ。怪しい人物も出てきたよ。うん、見るからに怪しい人だね。やあ、あ、バレた。やばいやばい、銃で撃ってきた。逃げよう逃げよう。なんでバレたんだよ。いい感じで潜入できてたのに。逃げろ逃げろ。よし、無事に脱出成功。後ろから来てる。うわ、めっちゃ来てるよ。待ってください待ってください。しつこすぎるよ。子供を銃で撃つなんてひどいよ。しかも背後からなんてひどすぎる。容赦がないよ。安全な場所はないのか。早く避難場所に行きたいね。うわ、火事だ。トウ、もう大変だよ。お、どうやって脱出するか選ぶんだ。どっちにすればいいんだろう。僕はジップラインを選んだよ。僕もそうしておくよ。とりあえず進んでみよう。よし、脱出だ。あ、僕が一番先頭だ。先に探索お願いね。2、3番目くらいがいいよ。わあ、この先も火事になってるよ。危険なエリアが続くね。ゾンビ以外の危険が多すぎる。確かに。下に降りて、ここのマンホールからホームレスの避難所に行けるみたい。それじゃああともう少しだね。うん、この下水道の先に安全地帯があるよ。うわぁ、ヌブくん、本当にもう少しだからゴールまで頑張ろう。僕もすぐに復活するよ。うん、先で待ってるぜ。こっちか。トウ、うわ、なんで。復活を先で待ってるよ。ホームレスの人乗ってたじゃん。ホームレスに騙されてる。復活したら先に進めるな。お、ホームレスの避難所に到着。ここまで長かったよ。でもこれからは安全に暮らせるよ。うん、イエーイ。あれ、なんかうめき声が聞こえない。この声はもしかして。あ、ゾンビが四方からやってきた。全然安全な場所じゃなかったよ。やばいやばい、数が多すぎるよ。くっそー、倒せ倒せ。ここまでたどり着いたんだから負けれるか。いや、でも強い。うわ、ゾンビと相打ちになっちゃった。早くリスポーンして。
すぐ行くよ。おりゃおりゃおりゃ、人間の力を思いして、おらー。おお、ゾンビを全部倒した。これで本当に安全地帯になったね。うん。いや、ちょっと待って、ホームレスの人もゾンビに噛まれてる。新しいゾンビになっちゃうよ。これやばい？絶対ホームレスと戦う感じだよ。だよね。場所が移動した。どこだろ？お、ホームレスゾンビが上にいる。めちゃくちゃ危険じゃん。おお、流れる流れる。火に焼かれちゃうよ。上で見てるなんてずるいよ。ほんとだよね。熱い。大丈夫、ヌブ君。くっそー。正々堂々と戦え。2対1でボコボコに倒せると思ったのに。あはは、ヌブ君も正々堂々と戦わないのかい。お、今度は上から降ってくるよ。やあ、ヌブ君、避けないと。攻撃パターンが多いよ。まあ、確かにね。僕たちはいつになったら攻撃できるの？避けてばっかりだ。おお、道が開いた。今のうちに向こうに行くんだ。やっと攻撃チャンスだ。あ、うまく登れない。登れない。上に行きなよ。これバグ？あ、行けた。ごめんなさい、僕たちが下手なだけでした。僕はまだ登れないよ。ヌブ君はまだ下手なのかも。そんなのひどいよ。ごめんごめん、頑張ってと。よし、これで追い詰めたぜ。受けたダメージの10倍返しだ。ヌブ君も急いで。頑張るよ。うおー、弾かれた。もう一回敵のターンだ。次こそは絶対に登るよ。うん、絶対だよ。よし、ヌブ君ついてきてる？ついてきてません。ヌブ君頼むよ。ごめん。一人じゃ全然体力減らない。多分次で勝てるから、最後のとどめは一緒にやろう。うん。今度こそ二人で一緒に攻撃だ。ゴーゴー。あれ、あー、ちょっとヌーブ君、僕もうこれ倒しちゃうよ。とどめに間に合うよう最後まで頑張るよ。本当に間に合うのこれ？あともう少し。おー、ボスを倒した。一回も攻撃しないで終わってしまった。